世界最高峰の舞台に各国を代表する超一流馬が集いました。今年も究極のメンバーによる至高の2分半を堪能しましょう。パリロンシャン競馬場 2400m 凱旋門賞、まもなく発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファンタスティックムーン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してファンタスティックムーン花に立ちます。その後ろからはマルキーズ・ド・セビニエ、この馬も上がっていく構えです。さらには新エンペラー、13番アヤザーク、その後ろ先手を取ったのはファンタスティックムーン、間が空いてルック・ドゥ・ベガ、これに続くのがデリウス、すぐ隣にセーベナズナイト、ソジー上がっていきました。すぐ後ろにアバンチュール、ロサンゼルス、それに続きます。この集団にサンウェイ、内からはシュルビー、並んで1番ザラテム、外を通ってコンティニュアス、その横にアルリファー、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからブルーストッキング、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭に戻りましょう。先頭は変わらず2番ファンタスティックムーン、リードは1馬身から2馬身新エンペラー、それに続いています。これに続いてアヤザーク、大きく離れました。ソジー、黒の帽子アバンチュール、その後ろ、その外からマルキーズ・ド・セビニエ、その後ろにルック・ドゥ・ベガ、さあ先頭はまだ2番ファンタスティックムーン新エンペラー、これはいい手応えだ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ファンタスティックムーン先頭です。外から新エンペラー先頭、ファンタスティックムーン、さあ手応えはどうか。新エンペラー先頭、残り 200m、 ロサンゼルス、ここで先頭に躍り出た。2番手は新エンペラー、ロサンゼルス1着、2着にはどうやら新エンペラー、ロサンゼルス、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、ルック・ドゥ・ベガ前に行きそうです。ソジー、それに続いていますブルーストッキング、どうやら後方からの競馬、前の方からもう一度先手を取ったのはアヤザーク、新エンペラー、そのうちに続いています。ここにルック・ドゥ・ベガ、これに続いてセーベナズナイト、その横にデリウス、ピンクの帽子マルキーズ・ド・セビニエ、その後ろ内からファンタスティック・ムーン、隣にはアバンチュール、ソジー、それに続いています。並んで1番ザラテム、外にはロサンゼルス、内を通ってシュルビー、その外からサンウェイ、すぐ隣にアルリファー、この集団にコンティニュアス、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。しんがりからブルーストッキング、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。では前の方から見てみましょう。8番ルック・ドゥ・ベガ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがアヤザーク、すぐ後ろに新エンペラー、そして大きく離れてファンタスティック・ムーン、この位置です。その外にセーベナズナイト、内からはアバンチュール、先頭は依然としてルック・ドゥ・ベガ、2番手はアヤザーク、新エンペラー、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭を行きますルック・ドゥ・ベガ、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ。懸命に追う新エンペラー、ルック・ドゥ・ベガ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。差が開いていきます。ブルーストッキングかわしにかかる、ブルーストッキング、ブルーストッキング、1着、2着にはどうやらソジー、勝ったのはブルーストッキング、このレースを制したのはブルーストッキング。スタートしました。アルリファー好スタート、セーベナズナイト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してセーベナズナイト、花に立ちます。その後ろからはアルリファー、この馬も上がっていく構えです。コンティニュアス、後方から、では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはセーベナズナイト、ここに新エンペラー、これに続いてアヤザーク、その後ろにルック・ドゥ・ベガ、これに続くのがアルリファー、外にはマルキーズ・ド・セビニエ、デリウス、この馬もこのグループアバンチュール、すぐ後ろ隣にはファンタスティック・ムーン、外を通ってサンウェイ、この位置にロサンゼルス、内を通ってザラテム、その後ろにソジー、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。ここにつけたのがブルーストッキング、その外にシュルビー、最後方にコンティニュアス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、11番新エンペラー、
レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、少し開いてアヤザーグ、緑の帽子セベナズナイト、その後ろ間が空いてアルリファー、その外からマルキーズ・ド・セビニエ。さあ先頭は依然として11番、新エンペラー、まだ粘っています。2番手はセベナズナイト、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭に立つのは新エンペラー、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。アルリファー手応えは悪くありません。前を捉えられるか。200を切った新エンペラー、粘り込むアルリファー、食らいつく新エンペラー、新エンペラー勝ちました。2着にアルリファー、3着にデリウス、勝ったのは新エンペラー、このレースを制したのは新エンペラー。スタートしました。好スタートを決めたのはアバンチュール、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアバンチュール行きました。続いて前へ行くのはセベナズナイト、さらには新エンペラー、13番アヤザーグ、その後ろ先手を取ったのはアバンチュール、その後ろからはルックドゥーベガ、外を通ってマルキーズ・ド・セビニエ、ソジー、そのうちに続いています。その後ろにデリウス、ファンタスティックムーン、それに続きます。これに続いてロサンゼルス、ピンクの帽子サンウェイ、その後ろシュルピー、それに続いています。その横にアルリファー、この集団にブルーストッキング、これに続くのがコンティニュアス、その隣にザラテン。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。これは縦長の展開です。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。それでは先頭から11番、新エンペラー、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、これに続いてアバンチュール、ロサンゼルス、それに続きます。そして大きく離れてサンウェイ、この位置です。隣にはルックドゥーベガ、外にはマルキーズ・ド・セビニエ、ファンタスティックムーン、すぐ後ろ並んで7番デリウス、これに続いてブルーストッキング。さあ先頭は依然として11番、新エンペラー、新エンペラー、後続を引き離します。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭に新エンペラー、ロサンゼルス伸びてきた、新エンペラー先頭です。ロサンゼルスまだ足は残っているか。残り 200m を通過してここで先頭に立ったロサンゼルス、新エンペラー届くでしょうか。ロサンゼルスゴールイン。2着争いはどちらでしょうか。ロサンゼルス見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはルックドゥーベガ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してルックドゥーベガ花に立ちます。その後ろからはアヤザーグ、この馬も上がっていく構えです。さらには新エンペラー、12番セベナズナイト、その後ろルックドゥーベガ先手を取りました。その外にデリウス、外にはマルキーズ・ド・セビニエ、その後ろからはアバンチュール、ロサンゼルス上がっていきました。その横にサンウェイ、その後ろにソジー、すぐ隣にアルリファー、ファンタスティックムーン、そのうちに続いています。その後ろにザラテン、隣にはシュルピー、ここにつけたのがコンティニュアス、最後方にブルーストッキング。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。13番アヤザーグ、この集団に新エンペラー、すぐ後ろにルックドゥーベガ、少し開いてロサンゼルス、この位置にセベナズナイト、並んで4番アバンチュール、外を通ってマルキーズ・ド・セビニエ、その外からサンウェイ、ソジー、すぐ後ろ青の帽子デリウス、その後ろその隣にアルリファー、内を通ってザラテン。さあ先頭は新エンペラー、まだ粘っています。アヤザーグ、ほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭を行きます。アヤザーグ、ロサンゼルス伸びてきた、先頭にアヤザーグ、外から上がってきます。ロサンゼルスあと 200m、 ここで先頭変わってロサンゼルス、マルキーズ・ド・セビニエ抜け出しを図る。マルキーズ・ド・セビニエ差し切った。マルキーズ・ド・セビニエ1着、2着にロサンゼルス、3着はブルーストッキング。マルキーズ・ド・セビニエ見事このレースを制しました。
スタートしました。ルック・ドゥ・ベガ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくルック・ドゥ・ベガ行きました。続いて前へ行くのはセーデナズナイト、さらにはアヤザーク、16番マルキーズのセビニエ、その後ろルック・ドゥ・ベガ先手を取りました。これに続いて新エンペラーデリウス、それに続いています。ここにアバンチュール、この位置にソジー、この集団にファンタスティックムーン、外にはロサンゼルス、サンウェイ、この馬もこのグループ内を通ってシュルピー、すぐ隣にザラテン、その外にアルリファー、すぐ後ろにブルーストッキング、しんがりからコンティニュアス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭に戻りましょう。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。8番ルック・ドゥ・ベガ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのが新エンペラー、その後ろからはアヤザーク、アバンチュール、それに続きます。ここにつけたのがソジー、これに続くのがファンタスティックムーン、その隣にデリウス、緑の帽子セーデナズナイト、その後ろ内からはザラテン、外を通ってマルキーズのセビニエ、先頭は依然としてルック・ドゥ・ベガ、新エンペラーいい足で伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。一番前にはルック・ドゥ・ベガ、もうほとんど差はない。新エンペラー2番手、手応えはどうか。内から追い上げてくるアバンチュール、あと 200m、 2番手は新エンペラー、一気に足を伸ばす。アバンチュール先頭、新エンペラー差し切った。新エンペラー2着争いを制したのはアバンチュール、3着にロサンゼルス、勝ったのは新エンペラー、このレースを制したのは新エンペラー。好スタートを決めたのはソジー、ルック・ドゥ・ベガ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してソジー、花に立ちます。その後ろからは新エンペラー、この馬も上がっていく構えです。さらにはルック・ドゥ・ベガ、7番デリウス、その後ろ新エンペラー、先手を取りましたアヤザーク、それに続いています。これに続くのがセーデナズナイト、その横にファンタスティックムーン、外にはマルキーズのセビニエ、これに続いてアバンチュール、その隣にサンウェイ、ザラテン、そのうちに続いています。ここにつけたのがアルリファー、黄色の帽子ロサンゼルス、その後ろ、その後ろにコンティニュアス、ここにシュルピー、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。最後方にブルーストッキング、各馬降りしきる雨の中を進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。先頭は変わりません。11番新エンペラー、その後ろにデリウス、その後ろからはソジー、少し開いてアヤザーク、そしてやや離れてファンタスティックムーン、外を通ってセーデナズナイト、すぐ隣にルック・ドゥ・ベガ、前は新エンペラー、新エンペラー後続を引き離すデリウス、これはいい手応えだ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭を行きます新エンペラー、1馬身から2馬身のリード、デリウス前に迫れるか、内からはソジー、先頭に新エンペラー、200を切った。一気に後続が襲いかかってきた。ルック・ドゥ・ベガかわしにかかる、セデナズナイト、マルキーズ・ド・セビニエ2着に入ったか。勝ったのはセデナズナイト、このレースを制したのはセデナズナイト。スタートしました。デリウス好スタートを切りました。ルック・ドゥ・ベガこの馬も好スタートを切りました。ダッシュよくデリウス行きました。続いて前へ行くのはルック・ドゥ・ベガ、さらには新エンペラー、13番アヤザーク、その後ろルック・ドゥ・ベガ先手を取りました。そして大きく離れてセーデナズナイト、この位置です。その外からマルキーズ・ド・セビニエ、内を通ってファンタスティック・ムーン、外を通ってソジー、アバンチュール、それに続きます。その外にサンウェイ、並んで10番ロサンゼルス、内からはザラテン、この集団にシュルピー、アルリファー、この馬もこのグループブルーストッキング、すぐ後ろ最後方にコンティニュアス、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬が雨を蹴散らして進んでいきます。もう一度先頭から11番新エンペラー、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、ルック・ドゥ・ベガそれに続いています。これに続くのがデリウス、大きく離れましたアヤザーク、外にはソジー、緑の帽子セーデナズナイト、その後ろ、その後ろにファンタスティックムーン、外を通ってシュルピー、
先頭は依然として新エンペラーまだ粘っています。2番手はルックドゥーベが最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭に新エンペラー2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。新エンペラー先頭。さあルックドゥーベが一気に来た。あと 200m。 マルキーズ・ド・セビニエここでやってきた。マルキーズ・ド・セビニエ前に出る。先頭はマルキーズ・ド・セビニエ1着でゴール。2着にはどうやらルックドゥーベが。3番手には新エンペラーマルキーズ・ド・セビニエ見事このレースを制しました。スタートしました。マルキーズ・ド・セビニエこれはいいスタートを切りました。デリウスこの馬も好スタートを切りました。ダッシュよくデリウス行きました。続いて前へ行くのはマルキーズ・ド・セビニエさらには新エンペラー4番アバンチュール。その後ろマルキーズ・ド・セビニエ先手を取りました。これに続くのがルックドゥーベガ外にはアヤザーグすぐ後ろにセベナズナイトその後ろにロサンゼルス内からはファンタスティックムーン外を通ってアルリファーここにつけたのがソジーザラテルそのうちに続いています。その外からサンウェイブルーストッキングそれに続きますコンティニュアスこの馬もこのグループしんがりからシュルビー各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身各馬一塊です。各馬が雨を蹴散らして進んでいきます。前の方からもう一度11番新エンペラー一気に先頭に立ちました。すぐ隣にマルキーズ・ド・セビニエその後ろからはデリウス少し離れてルック・ドゥービが続いています。その外にセベナズナイトここにロサンゼルス隣にはアヤザーグ内を通ってザラテル。さあ先頭は依然として11番新エンペラーまだ粘っています。マルキーズ・ド・セビニエほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。新エンペラー先頭です。しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。マルキーズ・ド・セビニエ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過して後続を引き離す。新エンペラー足色は衰えません。新エンペラー1着新エンペラー完勝。2着はブックドゥーベガ勝ったのは新エンペラー。このレースを制したのは新エンペラー。